痩せたいけどなかなか変わらん。スクワットしても前ももにしか効かん。そういった方は今回の動画がおすすめです。足を細くしたい女性も、お腹が気になる男性も、弱い筋肉を使うことで姿勢の改善、代謝を上げることにつながります。一緒にやっていきましょう。まず気をつけから片足前に出します。前足少し膝曲げます。このまま前にかがんだら戻りましょう。前足に体重乗したら戻ります。マイペースでいいです。前足のもも裏使ってる感じがあればバッチリです。できれば後ろのかかとが浮かないようにアキレス腱もストレッチしながらもも裏を使います。体しっかり前持っていく感じです。反対足も一緒です。同じように動いていきましょう。基本的に弱い筋肉は体の後ろ側にありますから、前足体重でもも裏、前かがみから起こす際に背筋を行っています。体を持ち上げた時に前もものストレッチもできるので足痩せにはぴったりなメニューです。OK。 今度はつま先開いて両足かかと上げます。少し膝曲げて埋める。こういう感じ。ブラブラブラ。前もも疲れる場合はもう少し膝伸ばしましょう。これ結構ね、もも裏くるんで、痛かったら休んでください。結構息も上がるんでね、脂肪燃焼にもいいです。OK。今度は、かかとつけたまま、体をね、ぶらぶら揺らしましょう。膝もこんな感じでね、少し曲げたところから伸ばしたりしながら、実はね、やらない動きっていうのがとても体の弱い筋肉を使えるんです。一般的なメニューはね、体を使ってるメニューなんで、あまりやらないメニューをね、こうやってやっていきましょう。OK。今度は両足つま先まっすぐ、ちょっと膝曲げて前にかがんだら戻る。少しいいです。膝の角度はね、ずっと同じまま、こうかがまないようにね、ちょっと曲げただけ。あとは股関節からぐるぐる。代謝上げていきましょう。 OK。 今度は片足立ちでバランスをね、取りましょう。手足いろいろ動かしてください。これでね、体のバランスが取れやすくなって足裏の使い方が分かってきます。足の裏の使い方が悪いとどうしても立ってる姿勢が崩れるので、しっかりね、片足でバランス取ることすれば改善されます。反対も一緒です。もしバランス崩したら知っててください。足をめくってください。呼吸も戻しながら、バランス取って OK。
今度股関節を後ろに回します。できるだけ足を上げて体を前に残したまま足を後ろに回しましょう。あんまり体がね、こうついていかないように足だけ。足組む癖がある人とかね、歩くときにハの字で歩く人とかね、こういうことしないと治らないんで、しっかりねライン整えましょう。 OK。 今度はかかとを上げてワイドな状態。このまましゃがんだら立つんですが、かかとを内側に持っていく感じ。かかとを内側に持ってきながらしゃがむ。毎回ね、かかとを前に持っていく感じでスクワットしましょう。疲れたらね、休んでください。大きく動ける人は動いて、きつい人はね、少しでいいです。とにかくかかとを前に持ってきながらかがみます。 OK。 今度は片足まっすぐ、片足つま先を開きます。このままかがむ、戻る。動きはちっちゃくていいです。あんまりかがむとね、前の方も疲れるんで少しだけかがむ。そうするとつま先がまっすぐな方はもも裏、つま先開いた方は内転筋がね鍛えられます。足のバランスがね、これも良くなります。 OK。 今度は反対、片足まっすぐ、片足開く。少しだけかがみましょう。左右違う足の角度にすることで自分の癖がね、治ってきます。足のバランスってやっぱりね、自分の癖でやってきてるんで、それを直さなくても難しいんですね。こういう違う足の使い方をするとバランス良くなってきます。 OK。 今度は足を閉じて少し膝を曲げる、前かがみ。これで膝を動かす。もし上半身辛かったらね、少し位置を変えながらまた元に戻して、これでね、もも裏のストレッチができてます。OK。